なんとなんと VS コングの続編にゴジラの出演が決定しました。いや個人的にはねちょっと予想外の展開です。噂では続編はコング単体の作品になるというのがあったので正直ゴジラの出演はあまり期待してませんでしたが、まさかの展開です。プロットも発表されていまして、ゴジラとコングが強大な敵に立ち向かうという話になるようです。その過程でドクロ島の歴史や人類とタイタンの過去についても触れていくようです。ついにキングオブモンスターズのエンディングで描かれた数々の謎が明らかになるのかもしれません。さて本作は2024年3月にアメリカでの公開が決定しております。日本も春休みシーズンなのでおそらくこの時期に公開か遅くとも1ヶ月後のゴールデンウィークには公開されると思います。ここで一つ気になる作品がありますよね。あれですよ、あれ、超大作怪獣映画。こちらがいつ公開になるのか、これがねめちゃくちゃ気になる人多いと思いますよ。これが国産ゴジラの最新作だった場合、公開時期は70周年の24年と言いたいんですが、実際には2023年で確定と言っていいでしょう。その理由を今から述べていきます。憶測ではあるんですが、おそらく東宝とレジェンダリーの間でお互いのゴジラ映画を同じ年に公開するという契約はされてないと思うんですよね。逆にそれぞれの公開時期は1年単位でもいいのでずらすという契約があるはずなんです。なぜかというと、同じ年にゴジラを2作品公開、これはファンだったら見に行きます。ですが一般の観客からすると1年に2本あるんだったら、まあどちらかを見に行けばいいかなっていう風になると思うんですよね。それぞれ全く別のシリーズであっても、それほど興味がない観客からするとそういう判断になりかねない、ゴジラ同士で観客の奪い合いが起きる、そんな状況になりかねません。これがもしモンスターバースの全く別のキャラクター同士だったらそういう心配は起きないと思うんですよ。マーベルのようにスパイダーマンをやったら次はドクターストレンジみたいな感じで別のキャラクター同士で回していくんであれば、そういった心配もないと思います。同じキャラクターの映画が連発されたらちょっとね、ショック症気味になるっていう気持ちもわかりますんで、おそらくレジェンダリーと東宝の間で1年でゴジラを2作するっていう契約はないと思います。となるとやっぱり超大作怪獣映画は23年公開、これが確定と言っていいと思います。つまり23年24年とそれぞれ全く違うゴジラが連続で見られるんですよ。いやちょっとねすごい時代になってきましたよ。かつて日本のゴジラと海外のゴジラ、これが同時並行で進んでいく、こんな時代ありましたか？これにもしかすると Apple TV 配信のゴジラのドラマが入ってくる可能性があるんです。さっきは同時公開は不可能って言ったじゃないかって突っ込みたくなる人もいると思います。まあ、ですがね、待ってください。昨年どうでしたか？そう、ゴジラシンギュラーポイントと VS コング、まあ、コロナがありましたが同じ年に公開されております。なので映画版とドラマ版は同じ年に公開することが可能になっているはずなんですよね。映画とドラマであれば観客同士を奪い合う、この心配がなくなるんですよ。つまり23年24年この2年の間でゴジラが3本存在するかもしれない、異様な状態になるんです。こんな時代が来るとは全く予想しておりませんでした。本当にね、ゴジラ何が起きてるんでしょうか？世界的なゴジラブームとでも言うんでしょうか。ここでねちょっと不安があるのが、24年以降モンスターバースがさらに進むのか、日本版がどうなるのか、全くね発表がないんで24年で燃え尽きてしまうんじゃないかなっていう不安は少しあります。今後のゴジラは一体どうなっていくんでしょうか。情報が入れば皆さんにお届けしますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。